今日4ヶ月連続のゲスグロなるかなみたいな。無理ですね。TKA 来て小倉さんの件につきましては、今日はラストチャンスでございます。ね、中には仕事を休んでまでも今日この大会にかけてる方がいるようですけども、パークゴールをやるんであれば行きたいと思います。買い物するんであれば発表ということでよろしくお願いいたします。正直よろしくお願いします。私が皆さんでいただきます。まあ、皆さんやってみたいという気持ちは分かりますけど、グレグレのプレーにはですね、プレーヤーにちょっとご迷惑かかりますので。なんとか落語しないで知ってます。はい、4333、
OB やっちゃった。9番目。出だしね、出の出だしで、ね、4、5やってね全然もう、いつも通りにダメですリクレ2つも3つも外してきてるもん。2つ取ったね。こっち少し大事ですけど、100は切れるからっていうことなんですよ。はい、今日デビュー戦ですどうでしょう。いや、昨日の調子からいくとダメですね。それだけ。バッチリ。いやいや、いい曲来てたんだよ、8番まで。西村さんと、それこそね、いいあれがいたから。それしたっけ、6度出しちゃった。
0.27 打ちました。田畑さんが絶好調です。そこそこです。新コース良かったんだけど低コースが全然CD なんとかして。目覚めましたか？まだ覚めてません。スコアは？全然ダメです。用意と5ですから。パンツ上げてるとこで取らないでね。パンツ上げ終わったら教えてください。私はそこそこ。頑張ってついていってます。なんとか。まあまあです。もういっぱい叩いて運動してます。今日はまだダメ。これから AB が問題。AB がどのようにできるかね。今のところもうちょっと点が欲しいところです。 AB がきっと悪いと思いますので、 CD もっと欲しかったんですけども、スコイングなんかね、天気はいいけど。
5と4しか知らないんじゃないかな。最高だね。コースがいいから最高です。よろしい調子。何ですか主人。恥ずかしくて言えない。ワースト記録だ。ワースト、ワースト、来年、来月半日分もらえるからよ、来年。ですね、昨日はすんごく良かった。今日はちょっと後半頑張ります。ログパッドおめでとうございます。間違いました。これオール4なんですか。オール4なんですよ。26だ。じゃあカメラ見て絶好調って。いや絶好調じゃないです。25。4。4まで3。はい。
いいですね。はいよ。大丈夫です。ご利用もなりませんでした。残念ながら。惜しいところね。ちょっと寂しいですね。2度目の優勝です。ありがとうございます。今日は何が良かったんでしょう。今日はパターンが少し良かったと思います。初優勝です。ありがとうございます。今日は何が良かったんでしょう。今日はね、何言ったらいいのかね、まあ、ティーショットが、まあ、きちっと決まってたっていうか、それだけですね。はい、牧野信子さん、プレーオフの結果ですね、勝てた、なんと牧野さん、4ヶ月連続トロフィー受賞です。はい、おめでとうございます。なんかね、ホールインワンしましたからね。とっても運が良かったです。はい、続いて男子のベストグロッション。はい、小川六郎さん、はい。はい、工藤凛子さん、63ポイント、ダントツで総合優勝ですね。宮尾正信さん、こちらも、もう何事ですね。優勝の宮尾さんと工藤さんです。はい、どうも。はい、今年いかがでした。今年はね、意外と楽だったね。楽な展開。真面目に出させていただいたためです。まず出ないことには。黒ホイール、ホイールモール、これを2つ。ホイールのお掃除セットだそうです。チップロックのような服を乾燥させるものだそうです。で、私は3つであったので、はい、女子です。ズキニラックと、そして洗濯物干し行楽用のベッドを守る高速の日で、なんか火より鍋を作るものがありますね。それだと思います。ナントリーラック、はい、ナンジャーナント、はい、リビングテーブルだそうです。果物を絞ってジュースにするもの、アニマル空気清浄機だそうです。そして同じものの今度はパンダのバージョンですね。お湯を沸かせるものらしいです。リビングマットだそうです。で、多目的カーペットだそうです。タイガーの電動ポットだそうです。ポットプレートです。今度はこれからの設定ですね。超音波の力で手作りドリンクがたった1本でできると書いてます。今時は吉子さんからこれ高いですという声が、欲しいなという声も聞こえてます。あと2点、はい、自転車も含めて2点ですね。あと圧力鍋が1万8000だそうです。